はい、こんばんは、ギバチャンネルケンジです。今回もね、ニュートリックシリーズ挑戦しました。先々週とちょっとね、週末用事があったり、ランプのね、防音工事したり、いろいろやっててね、外で滑れなかったんで、でプラスね、久しぶりに腰痛が出たんですよね。何個か前のウィール交換の動画で多分こうバランス取りすぎたのか腰が疲れてて、そっから悪くなってちょっと腰痛かったんで、ちょっと少しねのんびりしてたんですけど、まあまただいぶ良くなってきたんで再開しようと思います。で今回もね、まあ家だったんでちょっとリハビリも兼ねてニュートリック挑戦しました。で本当はね、TBTB、関東の方のね YouTuber の人の動画を見てるときに、フェイキースミスからはめ替えでフィーブルに変えて降りるっていうのをやってたんで、あ、やりたいなと思って今日挑戦しようと思ったんですけど、まあ最初やってて、この上のここのプラットフォームが狭くて R に当たったりするんでなかなかできなくて、そこからまあ技が変わったんですけど、まあなんとか強引にメイクできたんで見てください。疲れた。トリックどうぞ。
はい、どうでしたか。なんとかね決まったんで、もう許してください。本当は羽織りで、ね、直折りとかした方がいいんだろうと思ったけど、なかなかいいとこに来ないし、リズムも難しいし、本当はめ替えトリックってリズムがすごい難しいなって最近思ってます。ただね、ガチャンガチャンポンって降りるとかだったら意外とねバランス感覚良ければいけたりするんですけど、リズムよくパンパンパンって飛べたりとか、ちゃんとトリックをしながら次のトリックにはめ替えながら、かつその次に行けるようにこうジャンプできる体勢だったり、さらにひねるんであればこう体を回したりとかね、そういうね綺麗な流れがすごい難しくて、いや本当横回転もともとそんな得意な人間じゃないんで、こうフェイキーのスミスからさらに回って、本当はロックンロールもしたかったけど、もうすごい回数やったんで、とりあえず決めたいと思って、今回はブラントの腹掛けでした。で狙ってるのはね、ノーリーのグラインドテール、最後ちょこっと一回やったんですけど、やろうと思ったんですけど間違って、最後ノーリーのブラインドテールからのビッグスピンアウトがやりたいんですけど、いや難しいね、難しいんですか、やったことないんですけどね、歯が顔面打って歯折れないかだけが心配なんですけどね、滑って、まあ近々挑戦していこうと思いますね。そういう動画になったらアップできないと思うんでなんとかメイクしてる動画をアップしていこうと思います。で何トリック目なのか分かんないですけど、まあ動画のタイトルとかに書いてると思うんですけどね、40歳40トリック40ニュートリックかまでね頑張っていこうと思います。だいぶ日も伸びてきたんで、朝練か夕方ちょこっと滑れる日をね増やしたいなと思ってますね。皆さんも一緒に頑張っていきましょう。じゃあ次回のビデオで会いましょう。バイバイ。あらららら。